はい、では金田一の、テストに向けて、ポイントをね、また解説していきたいと思います。いきましょう。まず中央集権性確率ね。まあそうね、間違いやすいのは、まあ、半積奉還、まあ、奉還ね。まあ大政奉還もやってますからね。大丈夫ね。ご神兵の神ね。親しいですからね。新しいって書く人がいますね。まあ、天皇の親衛隊という意味ですから。新しいじゃなくて親しいですね。廃藩置県、いいですね。廃ね。で、うん、もう、置県所有者、地下 3% 現金と。うん、県は、こう、刀ですからね。いいですか。力って書いた。開きませんよ。詐欺の見合い、詐欺の見合い、基礎改正、反対一揆、2.5% になった。うん、この編成はまあいいです、ね。まあまあまあ、いずれ演習をしながらですね。で、うん、地租は金のお金で納めるけども、小作料は仏能と、ね、依然仏能、ね、これ戦後まで、ね、続きますからね。金のなるのは戦後。うん、はい、次、宗教政策ね、はい、行きましょう。うんね、はいはい、まあこれやっぱ廃仏毀釈の木かな。こうね、でこうですからね。薄ね、薄。新潟の方ですよ。希釈、ね。仏教を廃止。仏を廃止。ね、お釈迦さんを、ね捨て去ると、そういうことですよ。島地木来。地ね。島地。地面の地ですからね。浦上京都。うん、はい、ああ、もうこれ、ね、新渡戸稲造、内村勘造、像が続くでしょ。これやっぱ気をつけなきゃいけないよね。内村勘造これめちゃ出ますからね。この後も出てきますから。内村勘造は3なんですね。新渡戸稲造はこれ作るなんですね。そういうこと。新渡戸ね、新渡戸。ね、戸はこれ戸ですよ。八戸とかね、あれの戸。戸なんですね。OK。ということで、はい、いきましょうか。右側。まあ。ね、宗教関係ね、はい、神道関係でいいですね、はい、で教派神道ね、幕末やりましたけどこっちで出しましょう。まあポイントはやっぱこの川手文次郎ですかね。やっぱね、字が治めるですからね、気をつけましょう。で、はい、殖産工業ですよ。殖産工業、ね、はい、うん、国を挙げてやりますけどね。鉄道は工部省ね。内国環境博覧会、これ、これ、郵便連合、万国郵便連合条約じゃなくて、やけ、内国環境博覧会はこっちね、うん、こっち内務省ね。内務卿、大久保大臣、まあ内務卿という名の、要するに総理大臣ですけどね、大久保は。まさか群馬間違いませんよね。大丈夫よね、これ、軍事の軍。大丈夫ね。群れるですからね。はい、飛んでんへんね。これきちんと貫く。貫く。はい。で、うん、資本主義の父と言われる渋沢栄一来て、まあ、この辺はもう問題ないですね。問題ない。きちんと赤を抑えて、赤を抑えて。よし。裏行こうか。軍事警察、徴兵国有、福沢諭吉の有ですからね。大丈夫ね。軍人直有、ね、だから福沢諭吉の有。まあ、大村益次郎ね。この益次郎、次、さっきの川手文次郎は治める。ということで、まあ、ここなんですよ。まあ、ここはもう気合でやるしかないですね。うん、OK。はい、明治初期外交行きましょう。外交、岩倉具志ですからね。岩倉具志、うん、蒸気、この辺いいですね。うん、意外と板垣大助の助なんですよ、ね、田中翔助覚えてる。ドン・ロドリゴ、ね、メキシコに送っていた。どっち田中翔助。田中翔助こうですね。板垣大助これね、結構助出てきますからね、この後助
げえ気をつける。まあ、木戸孝允も大丈夫じゃん。木戸光允。いい？じゃあ右側かなと、はい、そんなこれ意外と覚える量少ないですからね、近代一年。いいですか、完璧してくださいよ。小天禄、これ人名いりませんからね、償うじゃないよ。小ですから、金賞銀賞の賞、ね、褒美ですから。実力の宝冠ね、さっき出たね、半石宝冠、大政宝冠、実力宝冠と。実力は士族の給料ですよ。これが圧迫するわけですね、財政を。そうそう、だからもうね、なくしちゃうと。金禄交際証書とか意外と出てきにくい。金禄交際証書、何か退職金です。退職金で配当でいいですね。まあこの辺ね、さっきのわけ、この外交政官論と被りますからね、被りますからね。 OK。まあ、萩の乱ね、こっちは萩なんですよ。荻原重秀は荻原なんです ね。萩の乱はこれ秋ね、荻原重秀ね。 OK。 はい、文明開化、うん、いいですね。まあ、慶応の慶の字まず一行して心を書いて、いいですね、慶応。まあ、進めはちょんだけど、まあ、進めち書いてもまあまあいいですけどね。うんうん、まあまあまあ。西洋気分じゃありませんよ。西洋気分はあれ、白石。複雑記事、西洋事情。文明論の概略。いいね、中江町民ね。ああ、遠いのルソーですよ。民約厄介。民約っていうのがやっぱり社会契約論ですね、ルソーの。これを翻訳したと。民約を翻訳した解説書みたいな感じね。はい。あ、もう東京専門学校ね、専門ね、専、これちょんダメです、いりませんよ。で門は門ですからね、いい、これ当時ありませんからね。 OK、はい、まあ、まあ、とにかく赤を覚えるって感じやね。天ぷら人権、まあ、植木技盛り近くやつあんまいないね、時々聞くんですけどね、植木技盛りって馬場達治、いいね。これ獣編ですからね。獣編で、もの。イノシシ、イノシシ。元木、肖像ね。肖像。まあ、太陽暦。暦、いいですね。歴史の暦じゃありませんからね。暦ですよ。残業頭も牛鍋。授業では触れませんでしたけど、この女性教育出しますから、ちょっとここ大事ね、やっぱね。授業ではやってない。ここで、これ出します。何かしらの形で。うん、頑張って覚えてください。あ、新島城ね。新島城の城もね、やけん。まあ、チェックした限り間違いあんまりいませんでしたけど、こうじゃありませんからね。口書いて、尊王攘夷の城ですね。尊王攘夷の城。まあ、上位はこのね、底辺がつきますけど、新島城はつかない。尊王攘夷の城、口。いいですか。ってな感じかな。うん。サクッと、はい、しっかりね、当たり前に、いい、頑張ってじゃない、これも当たり前にやったら当たり前に点取る。ね、そういうことですよ。ただこの、ね、裏表、こんだけですから。いいですか。いい。ではこれで終わります。